11月17日、政府与党は沖縄返還協定を強行採決した。その日から佐藤政府の力の政治に怒る国民の請願は、雨の日も休日も休むことなく国会議事堂を取り巻いた。国会の審議は野党のボイコットに遭い、しばらくその機能は麻痺した。4党幹事長職長会談を開くなど混乱の収拾を図ったが、強行採決の無効を要求する野党側と採決の合法を主張する与党、互いに譲らず国会の空白は長引いた。強行採決、その汚れた歴史。昭和35年5月、空前の規模に広がった安保反対運動の中で強行された安保条約改定。岸政権に対する批判は日増しに高まり、岸首相は退陣に追い込まれた。昭和40年11月、わずか1分で強行採決された日韓条約。その以後も佐藤政府の力の政策は繰り返された。11.19 抗議デモには60年安保を上回る人々が参加。沖縄返還協定批准反対、佐藤内閣打倒を掲げて、全国で52万人の人々が集会やデモを繰り広げた。請願デモは深夜まで続き、佐藤政権への膨れ上がる不満を示した。同じ夜、日比谷公園で集会を開いていた学生ら数人がレストラン松本楼に放火。この日、1886人が放火や狂気準備集合罪で逮捕、偶然の記録となった。私は国会は22日、社協欠席のまま再開。公明党渡辺議員は、沖縄県民の絶望しているこの感情を込めて、ここに申し上げます。今や私たちは、議会民主を考え直す段階に来ております。そして沖縄返還協定というもので、一番大事なものは何だったか。核兵器も大事でした。軍事基地、米軍基地をどう追い出すかという議論も本当に大事でした。しかし沖縄県民の心をどういうふうに受け入れることができるか、それの方がもっともっと大事なことでした。そして日本国民の議会民主に対する信頼を取り戻すことは、そのまた何十倍も大事だったと私は思います。どうか深い反省を求めると同時に、一言の反省の言葉を私は国民の前に要求するものであります。私は議会制民主主義、過去の歴史におきましても、幾多の汚点が流されて、私は謙虚に、本当に謙虚に、しかも静かに、心から反省もしながら、今後の国会の正常化について、積極的に前進を図りたいと。やら琉球政府主席は、急な
強行採決にね、いう言葉は知らない、言う術を知らないという気持ちでしたね。内政面においては十分見るんだと言いましてもね、都合のいい時にはもうその一方的にこうして、通り通略的にその多数でね押し切っていくということになりますというと、非常に将来に対して暗い感じを持つんじゃありませんか。11月24日、ついに沖縄返還協定は衆議院本会議に上呈された。審議の模様をテレビで見る社会党議員。まだ多くの問題点を残しながら採決に入った沖縄返還協定。投票総数358、他とするもの目標285。異議の結果、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、委員長報告の通り承認するに決しました。佐藤政府は国民を無視した力の政治をいつまで続けるつもりなのか。